いつも大変お世話になっております古美術よしとのよしとです。本日は非常に珍しく素晴らしく希少で美しい鷹取、こちらの馬上杯、こちらをご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本作品はですね、まず最初に言ってしまうと、江戸初期に内画素という鷹取の窯で焼成された非常に素晴らしい、そのまだら釉と飴釉かき分けになった馬上杯ということになっております。本作品はですね、昔はその鷹取っていう窯が認識されなかった頃は朝鮮ガラスっていう風に言われてたんですね。でそれでこの素晴らしい作品、本当に珍しいんですよ。鷹取の書き分けっていうのは非常に一番代表的なシグネチャーモデルで大人気なんですけども、その中でも永満寺拓磨とか内画素とか、そういう古いタイプの桃山江戸初期の窯っていうのが一番素晴らしいんですね。で特にこの馬上杯になってるその形っていうのは僕初めて見たんです。鷹取だったらそのね、茶碗とかまあいろいろその茶道具系のは結構焼いてたんですけども、桃山江戸初にね、ただこの馬上杯っていうのを初めて見たんですね。これがもう非常に素晴らしい。そのやっぱり木面の大きさに対してまだら釉と飴釉がバシンとこうダイナミックに表現されているので、とっても見どころがあってね、本当に美しい鷹取の良さがふんだんに出てる素晴らしい作品だなと思ってもう一目惚れしたんです。そしてやっぱりね、そのいい作品だと本に載っちゃってて、2冊本に載ってまして、1つがね、この手記を集めたその茶道資料館っていうところが出した結構ね希少なカタログなんですけども、この手記っていうものの本に載ってます。であと1つはですね、別冊太陽の中でも多分過去1位いいんじゃないかっていう、とっくりと杯っていう本があるんですね、特集が。でその中でも載ってます。この別冊太陽に載ってることは別に大したことないんだけど、このとっくりと杯っていう非常にいい特集、すごい昔の何十年も前のに載ってる作品っていうのはやっぱいいですね。うん、本2冊にたまたまね載っちゃってるということが後々判明しました。それぐらいね、有識者の方がぜひ載せたいというふうにこう思ってしまうぐらい珍しくていいもんなんですね。でこのやっぱり一番のこの魅力っていうのは、この美しいまだらと飴釉の書き分けの妙美しさ、デザイン性、そしてもしこれがまだらガラス、朝鮮ガラスだったら大変なことになってますからね。うん、そしてこのまだら釉っていうのは釉点が非常に高くて、高温でキンキンに焼き締めないと溶けないんですね。しかし本作品はまだら釉がとってももう理想的に溶けてる、しっかりとね釉着してるんですね。ということは相当高温でもうガチンガチンに焼き締まってる。だからすごいやっぱり焼きが良かったんですね。それで、飴釉っていうのはこの沸点が低いんですよ。釉点がね1250度ぐらいで、まだら釉っていうのは1300度以上で焼かなければ溶けないっていう風に博物館の先生に聞いたことがあるんです。だからこの作品っていうのはもうそうですね、江戸初期ですから、まあ上り窯で1300度ぐらいでもう6日間ぐらいぶわーっとこう炊き上げて、ものすごい荒れ狂う炎の中でガチンガチンに焼き締まって、もう機体がですね本当にカチコチなんですよ。もう堅牢そのものというか、よくこの繊細なステム、この茎の部分がぐにゃってなったり、この大きい木面がぐにゃってひしゃげなかったなって、よくこの、ね、強い炎に耐えたなっていう、もう褒めてやりたいぐらい本当力強くてダイナミックで素晴らしい作品なんですね。もう一目見た時にうわーっと魅了されてですね、これがどこの釜、何の時代か関係ないぐらいこの美しい作品性に惚れ込んだんですね。これはもうインド人が見てもアフリカ人が見てもなんかわかんないけども、ベリービューティフォーだというような、もう心を静かみにされてしまうような一目惚れアイテムでした。うん、やっぱこういうこの直感に訴えかけてくる、よくわからないけどすごく素敵だっていう、その原始的な DNA に訴えかけてくるレベルの作品っていうのは私すごい求めてるんですね。それっていうのが結局世界に通用していく美しさとか、そのノンバーバルな言語とか国境とか、いろんなものを取り払ってわかんないけどもう引きつけられるっていうような、この原始的な本質的な魅力がある作品だと思うんですね。でそう思える作品って本当に少ないんですよ。頭で考えて、あそうだなこれ桃山なんとかで、ね、何とかだから本に載ってるからとか言って考えて買うことが多いんですけど、これ一目見た瞬間に値段も時代も何もかも、もう一回取っ払って素敵だ、欲しい、
一回もう自分のものにしたいっていうふうに思っちゃったんですね。それがやっぱり本能に、値段じゃないんですよ。値段でも時代でも窯でも希少性でも、そういう頭で考えるものじゃなくって一目惚れ、そういうぐらいこう夢中になれるアイテムっていうのは、値段とかサイズ時代全て取っ払って素敵ですよね。素敵、本当に素敵で、やっぱりいつ見ても素敵だし、で誰が見ても素敵だし、こういうアイテムね、そんな高いもんでもない、こういうアイテム、値段とか窯とか時代とかにとらわれず、こういう自分がもうズキュンってこう一目惚れするようなアイテムばっかりを取り扱う、ディーラーになりたいなと思いましたね、改めて。で、まあこの本2冊にね、もう載っちゃってるんで、まあ他にも載ってると思うんです、何かに。まあそれは探せばあると思うんですけど、それぐらい希少でね、美しく、そのぜひ本に載せたいとこう言わせんばかりの名作だと思いますね。高取はいろいろあるんですけども、この高取はね、初めて見た、とってもいい。このあと関係ない、窯とか時代とか関係なくって美しいなって思えたんですね。で、まあまあまあ繰り返しになりますけども、本作品、私がどこを魅力に感じたかっていうと、まず最初のこの白と黒の書き分けのもうダイナミズム、特にこのまだらの、まだらが黒を侵食しているようなこの力強いブワーッという、このまだらだけでもつまんない、アメユだけでもつまんない、この2つがグワッと、しかもちょうど何て言うの、お行儀よくハーフハーフでだったらつまんない、そのまだらがちょっと勝ってるんですね、64ぐらいで。でこのグワッていう、このものすごい力強いまだらの溶け切った白がですね、黒をグワッと犯してですね、でこの黒と白の混ざる臨界点のところに、そのまだら釉特有の青がふわっとこう出てる。そしてこの重なったとことか、あと裏の書き分けのこのシャッシャっていう、こう三角のね、そのスペースができるんですよ。この潔さ、まあそのまあある程度計算したと思うんだけど、ある程度偶然だと思うんですね。この偶然が生んだこの美しさ、とにかくかっこいい、すごいかっこいいなと思ったんですね。素晴らしい。でやっぱりこのサイズ感がね、大きいんですよ。普通のね、小杯とかだったらこのスケール感っていうのはないんだけど、結構ね、そうで5寸ぐらい多分口径があるので、見応えがすごくある、上から見た時にね。そして下から見た時に、この高取でこれだけ土見せになってるってなかなかないんでですね、高取のその内画素の土味っていうのはすごくよくわかる。そしてヘラ削り、高台とかのその底のね、茎の部分の削りってのはすごく深くて潔くて、あ、こういう風に削ってるんだっていう技術もよくわかるし、もうとにかくいい。で、正月なんかにね、これでこう落とすなんかを飲んだりしてもすごく素晴らしいと思うし、たっぷりねお酒が入るし、でスタンディングが非常にいいんですね。立ちがいい、だからお酒を置いておいても安定して立つし、もう素晴らしい馬上杯だな。そしてこれにね、お酒飲まない方、お団子なんかをポンポンポンと3個置いてね、その茶受けの皿にもなります、菓子器にもなる。だから非常によくできてる、万事めでたい。もうどんな秋とか冬とか正月年末年始、そしてね、こう名残の茶会、もう茶にも使える、酒にも使える、もうそしてただ置いてても美しいで、陶器鑑賞としても十分耐えうる、もうこれがジャパニーズビューティーだなというふうに思いましたね。その何人が見てもかっこいいと思うし、アメリカ人が見てもよくわかんないけど、これ何ですかって思わず聞いてしまうようなね、魅力があります。特になんか日本のね、その雰囲気をすごい感じるんですよ。とことんインターナショナルでありながら、ものすごく太古の日本の強さとか武士のなんかこう荒々しさみたいな魅力がふんだんに詰まって、すごい不思議な作品。そしてこれがね、中国美術なんかと比べてすごく安いんだ。だからそれ不思議だね。やっぱ需要と供給の問題だと思うんだけど、こういうの昔日本の国力が強かった時はすごい高かったんですよ。だからなんかね、そのマクロの経済によるその価格、円安円高もあるけど、為替とかの問題もあるんだけど、によって不当というわけじゃないけども、その日本の美術っていうのがその海外にまだ注目されてなくって、これの安く放置されてると思うんだ。だからこういう素晴らしい現実的価格のものを一目惚れするようなすごいやつを、どん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 私の深い見識で拾い集めていって、そういったものだけを扱うような現実的な価格で非常に素晴らしい日本の焼き物を扱い続ける
ディーラー、これっていうのをねやりたいなと思ってるんですね。中国専門なんですけど、その中国美術専門の私から見ても本当に素晴らしい日本美術の一つであるというふうに間違いなく言えます。ですからこのような素晴らしい作品をですね、つい皆さんにご紹介したいと思ってお話をさせていただきました。繰り返しになります。本作品は江戸初期に、内画素で作られた高取の、片身代わり馬上杯でございます。そして魅力は白と黒のこのバランス、コントラスト、そして立ち上がりのシンメトリーな様子と力強い茎と土見せになっている部分の非常に卓越したその削り、あと土味もね非常に勉強になります。これが内画素かというふうになりますし、まあ本2冊に載ってるとおまけですけども、まあ載っちゃってるんだなみたいな感じで、まあそれも一応魅力っちゃ魅力ですね。で状態も非常にすごくいいもんですね。伝説ですからね。こんなものっていうのがまだあるんだなと思いましたよ。そういうのがちょいちょい出てくるのが日本だから、日本以外に出てこないからね、こんなに。これからもこういうものと出会えることを非常に楽しみに仕事を頑張っていこうと思います。本日もありがとうございました。失礼いたします。古美術吉戸は古美術の良さ、美しさ、楽しさを伝えたい、広めたいと願い、古美術業界の発展の一助になりたい一心で一生懸命に動画を制作しています。どうか温かい応援、チャンネル登録よろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。